では和黒さんで質問の方よろしくお願いします。はい、いいですか。ちょっと風邪をひいちゃってしまってんで、ちょっと声が、まあ、いつも変な声なんですけど、さらに変な声でごめんなさい。イスコンの勝ち方ということで喋らせていただきます。長野です。イスコン勝ちたいですか？100万円欲しい人はい、盛り上がりますはい、じゃあ軽く自己紹介いきます。長野と言います。風風呂という ID でやってます。昨日も LT で喋らせていただきましたけど、メルカリというところで PHP 書いてます。勝手にスコン芸人ということで名乗っております。で、まあ、せっかくスポンサーもやってるので、ちょっと軽く宣伝ということでメルカリのことについて喋ります。メルカリっていうのは、まあ、あまりご存知でもない、ご存知の方いらっしゃらないと思うんですけど、スマホのフリマのアプリをやってます。日本ではなかなか大きい方で1600万ダウンロードを達成しています。で、US でも展開しているので JP と US 合わせると2000万ダウンロードいって、月の購入金額とかが数十億円、まあ、1日の出品料が数十万とかいう結構大きなサイトでやってます。で、まあ、こういうシールも配ってるんで見てもらってください。で、今日のアジェンダなんですけど、まあ、軽くちょっとイスコンと、軽くじゃないけど、イスコンとはという話をして、まあ、アプリケーションのパフォーマンスがどういうふうに重要なのかというふうな話と、イスコンの勝ち方ですね、まあ、こういう準備とチューニングの進め方なんかいうところをと紹介します。で、まあ、なんでこんなような発表をするかというふうなところなんですけど、まあ、イスコンに興味を持ってもらって、参加してもらう人を増やすと。で、ちょっと昨日、おとといか、主催やってる岸井さんととってしゃべりながら、今年は200組行きたいんだよねみたいな話をしてるんで、ぜひストリップが増えるといいかなと思ってます。で、あと、まあ、その参加してる方にぜひ予選突破だとか、まあ、良い成績を残す、まあ、勝つっていう部分でいうのは、自分の前の記録より高い記録を出すとか、まあ、そういった意味も含めて、良いスコアを残して、自分に勝ってもらうための、ヒントになると。で、あと、まあ、一番最後はいいことを書いてみようという話ですね。で、イスコンとはという話なんですけど、まず、ウェブアプリケーションの高速化のコンテストになってます。1日かけてお題となっている、課題となっているウェブアプリケーションがあるので、それをチューニングしていくという、まあ、1日7時間ですね。で、まあ、なぜこのようなことを始めたのかっていう、まあ、一番最後なんですけど、まあ、アプリケーションのコードをじることができないチューニングコンテストっていうのが、そのちょっと前にやって、まあ、これちょっと違うよねみたいな話で、始めたのがきっかけです。で、まあ、同じようなことなんですけど、まあ、お題となっているウェブアプリケーションに対してレギュレーションルールがあるので、その中に範囲があって、その中であれば、どんなチューニング、まあ、壊してしまっても全部書き換えてもいいというようなことです。で、まあ、職種だとか言語だとかを、まあ、超えて、まあ、あと、まあ、大規模のウェブサービスを運営しているところもあれば、自分たちの小さいウェブサービスやっているところもあるんですけど、まあ、その人たちが、同じ土台で競うことができる、できる環境を用意するんですね。で、まあ、3つ目はそれ、まあ、それを見て楽しむたんですけど、まあ、まあ、運用してる方が、実際開催する方が苦しいことばっかりでは厳しいので、まあ、そういうことをやってる、まあ、参加してる人が苦しんでるところとか、そういうのを見て楽しむと。で、まあ、一番最後はその、まあ、先ほども言ったんですけど、イスコンで、まあ、参加者が得られた知見、まあ、開催する側が 得たものっていうのを、まあ、さらに仕事の方にフィードバックすることで、業界の技術力向上だとか、自分たちの会社のサービスを良くしていくのに使えるかなっていう、ね、ところでした。で、結構暗くて分かんないですね。まあ、これが実際、イスコンド作業している風景ですね。これ、LINE の会社の中の、カフェで行ってるんですけど、まあ、こんな感じでみんな黙々と作業してたり、下は自分たちのチームなんですけど、こうやって議論してたりしてます。で、まあ、イスコンの順位、まあ、どういうふうに、スコアが決まるのかなんですけど、取材者側が、アプリケーションとともにベンチマークツールも提供するので、そのベンチマークが計測したスコアによって順位が決まると。
で、ベンチマークツール、ただ単にベンチマーク、あとアパッチベンチみたいな感じでダーッとアクセスかけるだけじゃなくて、まあ、ちゃんとした動きをするのかっていうのをチェックすることも兼ねているので、それが、エラーがなければ OK、 エラーが入ったら失格、スコアが残らないということになります。で、スコアっていうのが大体今までの中ではこんなふうな感じで、開催中に今の現在のスコアが出てきて、分かるようになってます。結構これでいきなり高得点とかが出ると盛り上がったりするところですね。で、これまでのイスコン、全部で4回やってきてるんですけど、どんな問題が出たかってところなんですけど、初めのイスコン2011年、出題はライブの NHN、LINE NHN の前のライブドアでした。で、問題は、この時は本選しかなくて、ブログの、記事を投稿してそれに対するコメントをつけて、左側のなんか新着コメントだとかその辺なんかで出てくるっていうのをまあチェックをしつつ全体のアクセスを数えるというふうなところでやってました。で、イスコン2、ライブドアから NHN ジャパンに名前が変わってイスコン2なんですけど、この時は、チケット販売サイトですね。大体なんかこういうチケットの予約サイトって始まった途端に落ちたりとかするので、まあ、そういったことがネタになってこれも、課題が出ました。で、イスコン3、では、なんと、まあ、もっと参加者を増やして、増えてほしいということで予選と本戦を入れるようになって、出演が、かやく1回2回に優勝した藤原さんのところにお願いしたということになります。で、予選が上のノーペーストのようなアプリケーションで本戦が画像投稿ですね、そのような問題が出ました。で、イスコン4方では、出題がクックパッドさんに変わりまして、予選ではこのイスコン銀行という謎の銀行サイトでパスワード、まあ、銀行の機能はほとんど全くなくて、あと、まあ当時、まあ、今も結構ニュースになりますけどパスワードのリスト合否だとかを、まあ、そういった時事ネタが出てくるようにもなりました。本線ちょっと画像のキャプチャーがなかったんであれですけど、まあ、動画の広告ですね、これも最近話題なものになりました、まあ、そういうなんか本物の、よくあるウェブアプリケーションが、課題になるというのもイスコンの特徴ですね。で、今年イスコン5なんですけど、実はこのトークを応募した時には開催されるということは全く知らなかったんですけど、9月の末に本予選があって10月の末に本選があるというふうなことでもう発表されています。で、出題は、そこにいるトレジャーデータの田守さんになります。この、まあ、上子さんと田守さんで出題をやっていただくという話になってます。で、まあ、みんなで森下を通しましょうということですね。で、あと昨日串井さんから発表がありましたけど、参加者の募集開催してます、開催してますので、ぜひみんなで応募しましょうですね。で、その次の話なんですけど、まあ、私とイスコンと話で、まあまあ、ちょっと自分の話をします。で、イスコン、まあ、初めにタモリスさんと、自分とで、こんなことをやろうかっていうなんですけど、まあもまあ、モリスさんがほとんどなんですけど、初めて、出題の問題を作ったりだとか、アプリケーションを作ったり、あとサーバーのセットアップだとかを担当してます。で、2012年もほとんど同じなんですけど、そうです、まあ、2011年のそれまでとは違って、その課題に対してその前に、まあ、どういう解き方があるのかっていうのを試してたんですね。それによってベンチマークツールを良くしたりだとかアプリケーションの、調整をしていくという話です。で、2011年の時にはこれがなくて、ちょっと事前にちょっと課題のなんか見積もりを誤ったのかなというのでこういうこともやってました。で、ちょっとその直前に忙しくて、なんと開催中になんかぶっ倒れてるみたいな話もありました。でそれから、まあ、2年間開催をやったので、2013年からは出動、この時初めて出動して、優勝してます。で、2014年もこのメンバー、同じメンバーで優勝、2年連続優勝させていただいてます。で、イスコン、まあ、自分でいろんなパフォーマンス中なので、いろんなことをやってて、まあ、イスコン、まあ、分かりやすいウェブアプリケーションフレームワークがあった方がいいよねということで、まあ、最初にコッシーという
フレームワークを作って、まあ、今のところ4回ともこれが、ファルの実装ではこれが使われています。で、まあ、あと、もっとパフォーマンスを出したいよねというので、いろいろ自分で研究して、ガザルだとか、リリースジェットだとかっていうふうな、まあ、XS のモジュールですね、なんかを作ったりだとか、あと、セッション周りのもうちょっと効率の良いものを作ったりというので、こういうものを使っています。で、ガゼルと、セッションシンプルについては実際のライブドアの、LINE のサービスなんかでは実際使われていたりします、ね、これについて詳しく説明していると時間がないので詳しくブログを検索してもらったかなと思います。で、まあ、あとその次の話題なんですけど、ウェブアプリケーションのパフォーマンスの話です。まあ、なぜ、まあ、イスコンなんかがやってこういうふうなものを求めようとするのかというところなんですけど、まあ、ちょっと古い、両方とも古い話でもあるんですけど、まずヤコブ・ニールセンの、3つの重要な制限、重要な制限とあって、まあ、要はちょっとでも待たせるとユーザーの注意が他に向かってしまったりだとか、ユーザーが我慢できなくなって他のものに行ってしまうよという話ですね。1秒以上かかると、まあ、他のことを考えるようになってしまうんですね。で、まあ、あとこれが、まあ、ユーザーの話で UX の話なんですけど、 KPI 的なものでいけば、Google の、検索のランキングが、サイトのスピードによって左右されている、速い方が上に来るっていうふうな話ですね。で、あとは、なんだっけ、これ1秒遅れるごとにのページビューが 16% も下がったりだとか、満足度が下がるって話ですね。まあ、これに、まあ、下がらないようにすれば、売り上げが上がると、みんながハッピーになるって話ですね。で、もう一つ、自分たちインフラの、をよく見ているので、こっちも気になっているんですね。例えば 30% の負荷が削減できた、まあ、30% 削減できる、結構すごいんですけど、まあ、台数が多ければ多いほどそのコストが減らせる、コストが結構でかい、減るがでかいってなんですけど、まあ、CO2X、EC2 のインスタンスだと、まあ、これくらい月額ですかね、で変わってくるという話ですね。下だと、まあ、100台も使ってると結構で多い、嬉しいですねって話です。まあ、だんだんに、まあ、パフォーマンスが上がって、まあ、サーバーが減らしたりだとか、実際ユーザーのアクセスが増えたりして売り上げが上がると、まあ、給料も上がってみんな嬉しくなると、そういう話です。で、ここから本題のイスコンの勝ち方になります。まず、準備編ですね。この写真は朝一番最初にみんなが準備しているところで、なんかチームによってはこういうふうな大きなモニターを自分たちに持ち込んできたりだとか、プロジェクターで映しているチームはここで映ってないですけど、プロジェクターでなんか画面を映してないチームもあります。で、イスコンのチーム編成なんですけど、2から3人のチームで参加するようになってます。1人では参加できません。で、まあ、なぜこうなってるかっていうのは森さんのブログにも書いてあるんですけど、1人じゃ結構無理なんですね。アプリケーションのことを調べて、実際チューニングしていって、まあ、ちゃんと動くようにしていくっていうのは1人ではなかなか難しいということで、チーム編成 2,3 人で参加してる、まあ、できる限り3人の方がいいよねって話です。で、まあ、その後7時間、意外と短いので、時間かけられるので効率よく作業を分担して、まあ、互いに作業をチェックしてミスを減らせることが重要になってます。で、まあ、最後のまあ話なんですけど、普段から一緒に業務を行っているメンバーでチームを組んだ方がいいっていうのはあります。ただ、まあ、それが難しい場合もあるので、できる限りその他の、まあ、普段から一緒に業務をやってない場合は、まあ、できる限りコミュニケーションを密にして、お互いのことを知っている方が、お互い何ができるのか、何が得意なのかっていうのを知っている方がいいという形になります。で、まあ、そのコミュニケーションの話なんですけど、この、まあ、本戦ではもう必ずその会場にみんなが集まるということになっているので、必ずチームメイトが目の前にいます。で、予選も一応そのおすすめはどっかに集まってみんなでそこでやるってことがおすすめです。まあ、それが難しい場合もある場合には、まあ、チャットだとか、ビデオの通話のものを使って、まあ、なるべくコミュニケーションが、まあ、すぐにできるようにした方がおすすめです。
で、まあ、なぜかっていうと、その問題をいち早く相談して解決すると、まあ、ここで悩んでるんだよねっていうのをなるべく早く出して解決していかないと、まあ、7時間でも15分悩んでいたとかいう、そのようなすごいもったいない時間になってしまうと。ね、でもう一つコミュニケーション重要なのは、決まったことをメモとして書き出していくと。であれってどうだったっけみたいな話で逆戻りしてしまうと、もうそこも時間のロスになる。まあ、本当に普段のその業務なんかの中でも、まあ、障害対応の時にどうするかみたいな話でも、まあ、これと同じなんだなと思うんですけど、そういうことが重要になります。で、この写真は去年ですね、広告って書いてあるので雑な構成メモなんですけど、まあ、こういったものを簡単に残してどういうことをやろうかみたいなことを決めとくと、まあ、あとは話が早いと。ね、まあ、こういったツールについてはもうデジタルのものっていうのに、いちいちどっかのサイトを開いて画像を自分で丁寧に作ってなんかやってると時間はないので、もう紙と鉛筆を用意するのが手っ取り早いのおすすめになります。ね、で次、時間配分の話です。まあ、まず何かしらの、そのどうやって時間を使っていくか、7時間なんですけど、それをどうやって時間を作っていくかっていうのをチームで話し合う方が、まあ、話し合って決めておくのが大事です。で、まあ、大体今までの11時から18時の7時間ってことなんですけど、本当に意外と短いです。で、長いだろう、1回2回目については、本当に開催している側で、みんなが他の人が作業してるのに、だって正直暇なんですね。ふらふら歩いてるぐらいしかできないんですよ。ね、まあ、それ長いのかなと思って3回目自分たちで挑戦したら何にもできないんですよね。 なんで本当に短いので、そこは考えた方がいいかなと思います。で、本当に、で、あと、じゃあ短いのでもうすぐに作業にかかったらいいかっていうと、逆にそうではなくて、元にこうなるべく効率よく使っていくために、まあ、最初の1時間というのは、まあ、課題を理解したり、プロファイリングしたり、チューニングの方向性をみんなで相談して、この方向に行こうというのは、決める時間の方がいいですね。で、まあ、あと最後の30分の再起動のテストに残す、まあ、これが本当に重要で、今までの中では、課題最終的なベンチマークの前にサーバーを再起動して、それからベンチマークをするんですね。そうすると、サーバー再起動してアプリケーションが上がってこなかった、サーバー再起動したら NFS のマウントができなかったっていうチームの中とかありましたけど、そういうことがありえるんですね。なんで再起動のテストを必ず30分前にして、そこで問題がないか1回どうか確認して、まあ、問題なかったらそこからさらにもうちょっと何かやりたいことがあったらやればいいと思いますし、まあ、そこでおしまいにしても、まあ、いいのかなというのは思います。ただ確実にその再起動のテストをする、最終的にベンチマーク動くかどうかっていうのを確認することが大事です。なんで、まあ、最初の1時間と最後の30分、まあ、抜くと5時間半ぐらいですね、実際の作業に。まあ、そういうふうな時間分担がおすすめというか、まあ、そこのチームの認識を合わせましょうという話です。で、次が、まあ、事前に準備できるものなんですけど、こちらでは、Git のレポジトリってもの、まあ、開催側では、まあ、今までは Git のレポジトリは、自分用意していません。で、まあ、他のチームに見えてもいいんだったらパブリックなものでもいいんですけど、プライベートのものを用意しておいた方が、見れる人で限定されるものを用意しておいた方がおすすめです。ですね。まあ、GitHub だとか、ビットバケットだとかのプライベートのものを使うといいかなと思います。で、あと、Wiki に、まあ、事前にドキュメントを何をするかっていうふうなことをまとめるものがあった方がいいかな。まあ、GitHub であれば、そのレポジトリに Wiki がついているので、それを使うのがおすすめです。で、ログインするための SSH の公開鍵なんかをそこに全部まとめて書いておいて、コピペで全部やれるようにしておくとか、あと、マイコンフだとかの秘伝のタレを集めておいて、あとそこから設定を使えるようにする。まあ、この辺やっておくと便利かなと思います。で、あとはチャットルームですね。まあ、何かしらの記録を残していくのに、まあ、チャットルームが、プライベートの、これもプライベート、まあ、公開してるとあまり意味がないので、チャットルームが結構いいかなと思います。ですね。
で、まあ、これも、普段使ってるスラックだとか IRC だとかのそういう専用の部屋を用意して、そこでみんなで集まっておく、まあ、最初、まあ、事前にそこで集まって、まあ、そこから相談を始めておくといいかなと思います。で、あとは、まあ、技術選択についての簡単な打ち合わせですね、まあ、居酒屋さん行って何するかみたいな話をしてもいいですし、まあまあ、チャットで簡単にやるのでもいいかなと思うんですけど、まあ、やっておきましょうって話です。で、まあ、あと過去問を解いて練習しておくのもおすすめですね。ちょうど松尾さんですね、ビーグラントで試す方法、試すっていうのを用意してもらって、用意したってブログを書かれているので、まあ、こちらを参考にやるのと、まあ、あとビーグラントだとどうしてもローカルの負荷が高い状態で、なかなか本番のスコアとは違うので、まあ、EC2 だとか GCP だとかっていうので試すっていうのもいいかなと思います。で GCP とかよくクーポンいろんなイベントで配ってるので、そちらを使えばタダでできますし、 EC2 だったら、インスタンス、まあ、その時の価格値段にもよるんですけど、まあ、1日やっても数百円ぐらいなの、ね、レベルぐらいなんで、まあ、そういうものを使って試すのがいいかなと思います。まあ、EC2 の場合はインスタンスを落とすのを絶対に忘れないようにした方がいいですね。で、これが去年の自分たちのチームの雪ですね。なんかこんなような感じで、まあ、案内が来たらそれもこの雪にペタッと貼り付けて、串井さんからの案内があったりだとか、当日の流れを、まあ、その辺も全部コピー出しているとか、まあ、重要なのは左下ですね、インストールのメモですね、下が、シスコントロールの、これをここ貼り付けて、シスコントロールの、まあ、再起動性の携帯みたいな感じで声になったりとか、この下行くと、マイスケルのインストール、まあマイコンフだとか、エンジン X の、まあ、コピペして入れられる、いろいろ秘伝のタレがずらっと重要なのが出てきてます。ね、まあ、これら公開するつもりはあまりないので、去年のチームにはまだ見れる。ですね、あります。まあ、こういったものを全部事前の準備にして、やっていくといいですね。まあ、予選も本選も合わせてやって、こういうふうにも用意しておくといいです。で、次がチューニングの進め方ですね。先ほどの実際作業に入ってから、11時を超えてから、どういうふうにやっていくかって話になります。あとこれ完全に無駄話なんですけど、コーヒーとか本線の場合は出ます。結構そういうお金も用意してくれているのですごいありがたいですね。で、チューニングの進め方になります。まず、どんな課題が出たのか理解をしましょうって話ですね。いきなりソースコードを見て国語もそうだからやっていうのでやっていくと大体失敗します。なんで、まずレギュレーションや当日の説明ですね。まあ、なんか家電を買って説明を全く読まない、まあ、エンジニアってそういうタイプが多いと思うんですけど、まあ、必ずそれを読むようにしましょうって話でね。特に重要なのはどういうふうにスコアが決まるのか、まあ、闇雲にやってっても仕方ないんで、まあ、効率よくためにスコアがどうやって決まるのかだとか、どういうことをやると失格になってしまうのか、エラーになってしまうのかっていうのを読むことが重要です。まあ、あとそのスコアとは関係なくエラーをいくつまでがエラーになってもいいのかみたいなこともよくあったりするので、まあ、もしくはそのエラー一つでも起きたらダメみたいになったりするので、まあ、その辺も必ずチェックするようにしましょう。これが、この間のイスコンの学生向けに行われたイスコンの夏期講習で、田子森の資料にすごいこういうことが書いてあったので、それを読むのもおすすめです。で、2つ目、ブラウザで課題となるサイトにアクセスをしてみる。ソースコードだけ見てて、あ、実際何のアプリケーションだっけみたいな話はよくあるので、必ずブラウザで確認してみるといいかなと思います。結構なんかデザインなんかもこだわってたりとか、ちゃんと動くようにしてあったりだとかするので、まあ、ブラウザで見てみて実際どんな動きをするのかっていうのを目で見て確認するっても重要です。で、もう一つ、何もしないチームって意外とあるんですね。はじめに、2,3 時間何もしないでスコアが全くゼロのまま、スコアが入らないままでやってるチームってあるんですけど、とりあえずベンチマークを動かしてみるっていうのも重要なのかなと思います。で、それによって環境がうまく動いてなかった、実は完全に初期設定が
間違ってて、ベンチマークが全く動かなかったみたいなことが、まあ、たまにあったりするので、もうそのハズレインスタンスを引いたとかあるので、まあ、ベンチマークを動かして問題をできる限り早く、分かるようにしておくというのがいいかなと思います。で次は、まあ課題、どんなアプリケーションか分かったってなったら、次は、プロファイリングですね。アプリケーションの内部で起きていることを知るというのが次です。で、まあ、いくつかアクセスログを分析したりだとか、まあ、MySQL、実は去年の本選ではMySQL が動いてなくてリリースだけだったんですけど、スローログを見たりだとか、アプリケーションの点で、まあ、デバッグだとか、プロファイリングをすると。であとサーバーの OS の実際ベンチマークを動かしているときにサーバーがどういう状態にあるのかっていうのを確認すると。で、まあ、こういったプロファイリングの結果っていうのは、まあ、いろんなツールによって、出力があるんですけど、それの結果を読み解くっていうのは、まあ、じゃあその日にやればいいやっていうのだと、そのプロファイリングデータとファイルだとかの読み方っていうのが実は分からない場合が多いんですね。なんで、まあ、事前の練習なんかでも、こういうことをやって、じゃあどういう結果が出て、ベンチマーク後、まあ、チューニングをした後にその結果がどういうふうに変わるのか、じゃあこことここを比べて、じゃあここを良くするべきだったんだみたいな話で、まあ、読み解く訓練になれっていうのも必要かなと思います。ね、まあ、ちょっとずつそのあとプロファイリングの仕方、今までその僕のいくつかエスコンの資料に書いた中でも、まあ、こういう欄がなかったんですけど、そこをちょっと説明します。まずはアクセスログの分析ですね。で、ベンチマークツールがアクセスしている先どういうところに多いんだっけみたいなことを知ることがまずですね。で、もう一つ、じゃあ重たいところをチューニングすればいいのかっていうことではなくて、実は重たいんだけどスコアに関係なかったみたいな話もあるんで、そのスコア、先ほども言いましたけどレギュレーションでスコアの出方と、アクセスしている頻度と、その URL が実際レスポンスするまでの時間ですね。そういったものをバランスよく見てどこをチューニングしようか、じゃあここはもう何もしなくていいよねっていうのを決めるのも重要です。で、アクセスログの解析のツールとしては、いくつか、この2つともイスコンのためにほとんど作られた、上のパーサーは、パーサー自体は、イスコンのためではないんですけど、このパーサーに含まれているアナライズアパッチログスというやつと、カタリベ、これは先ほどの、ビーグラントの、環境を作られたマッツーさんなんですけど、カタリベというツールがあります。じゃあ、まあ、どんなふうに実行しようか。実行すればいいのかなって話なんですけど、まず、まあ、アパッチを使われ、まあ、ほとんどの最初の設定はアパッチだと思うんですけど、アパッチの場合はこの、最後のアクセスログのフォーマットですね、一番後ろに %d、これがレスポンスにかかった時間を、まあ、ログに記録するものなんですけど、これを最後にくっつけて、まあ、それまでのアクセスログがあったりすると、解析結果がよくわからなくなるので、まあ、アクセスログを1回消してアパッチを再起動してベンチマークを実行すると。で、ベンチマークが終わったらそのアクセスログを解析結果にかけてみる、まあ、こんなような形で解析をすると、分かりやすい形でアクセスログの解析ができると、ね、意外とこの消してしまうなんていうのも本番環境でこんなことやったら、ね、大変なんですけど、イスコンだとこういうの気軽にできるんでいいですね。なかなかこういうふうな慣れが出てこないんですよね、普段からやってると。いや、アクセスログ消しちゃっていいんだっけみたいな話になるんですけど、まあ、こういうことを実際ちょっと慣れておくといいかなと思います。で、これ、次は、実際カタリベのツール、GitHub に上がっているところのスクリーンショットからいただいてきたんですけど、まあ、こんなような、URL の一番こっち側ちょっと消えちゃってるんですけど、 URL、 ここの URL のパターンがあって、実際、アクセスの回数だとか、レスポンスのタイムですね、が細かく出ているになります。例えばこれで、2番目ですね、相当倍トータルってあるんですけど、一番上の1回しかリクエストされてないですね、左側、一番こっち側、一回しか
アクセスされてないところを多分一生懸命、まあ、ここが重たいからとか言って、ここを注入しても多分ここ、最後のなんか統計を出すための URL だったりするので、まあ、あんまり意味がないよねっていうので、まあ、あと一番アクセスが多いところって実は画像だったりだとか、まあ、2番目3番目のあたりが、まあ、多分中心となってベンチマークの、チューニングをするのかな、そういうところをまあ見るのがいいかなと思います。なんで、まあ、パッと見てじゃあここじゃなくて全部を見ながら、どこをチューニングしていこうかみたいなことを相談する、まあ、そのためのデータになります。で次が、MySQL のスローログですね。MySQL がない場合もあるのでこれが全く役に立たないこともあるかもしれないですけど、これも同じですね。クエリの実行回数と、頻度ですね。スローログっていうのは大抵遅いクエリしか出てこないように、まあ本番環境なんかは多分そうだと思うんですけど、遅いクエリしか出ないようになってますね。例えば 0.1 秒以上かかったクエリを記録するみたいな話だ。でもそうすると本当はに MySQL に負荷がかかってるのはこの遅いクエリじゃなくて、その本当に早いんだけど秒間数千クエリも来るようなクエリのが実際サーバーに負荷がかかってるみたいなことがあるので、まあこれもそういうふうなスローログの設定を調整して、実行回数と、まあ実行回数頻度と同じことが書いてある、実行回数とその重たいクエリの実際何秒かかっているのか、それを、両方見ることが重要です。アパッチと同じですね。でツールとしたらおすすめはPT クエリダイジェストっていうペルポナのツールですね。これを使うの、まあ、本番環境なんかでもこれをよく使っています。まあ、使い方なんですけど、MySQL のコンソール、まあ、大抵の設定がほとんどされてない MyConf が最初起動されているので、まあ、簡単に、スローログを有効にして、2番目のロングクエリタイム0なんですけど、これ普段と例えば、0.1 とか書いて 0.1 秒かか以上かかったクエリを出すんですけど、0ってすることによって全てのクエリをスローログに出すことができます。でこれの設定をして、クエリのログファイルを指定しています。でもうテンポラリーでいいのでスローログを、まあ、これやってベンチマークを実行すると。でベンチマークの実行後にこの PT クエリダイジェストを使ってそのスローログの解析結果を得るとですね。で、まあ、終わったらそのスローログを消して、まあ、スローログ出したままだとベンチマークに影響が実はするので、本当にベンチマークするときは、このスローログの設定を消すんですけど、まあ、簡単なのは MySQL のリスタートしてしまうと。上の設定というのがマイコンフには実は書かれないので、まあ、再起動すれば上の設定全部消えるのでこれが一番楽かなというのを、まあ、去年一昨年ぐらいに分かりました、ね、これでマイスケールのスローログができるので、まあ、どんな実際クエリが多いのか、じゃあそのクエリはアプリケーションのどこで測れているのかとかっていうのを、まあ、照らし合わせて、そのチューニングをしていくということがここからできるようになります。で次がアプリケーションのプロファイリングですね。まあこれ、実際僕パールと PHP もよくわからないことが多いんですけど、各プログラミング言語の、まあ、そういう多ツールプロファイリングツールがあるのでそれを使うのがいいかなと思います。ただ例えば重たいところが本当にその全体的な影響があるのかどうか、実際 SQL の方がはるかに重たかったりだとか外部の API を叩いている部分がはるかに重たかったりするので、まあ、そのここがプロファイリングツールで重たいって出てきたけど本当にそうなのかどうかっていうのは、まあ、ちょっと、すごい、考えるところはあるかなと思います。なんで僕はあんまりここの部分は使わないですね。パールだとレベルなんだっけありますけど、あまり使わない、過去にスコンではあまり使ったことがないですね。で、まあ、それよりか、個人的におすすめなのは、まあ、アプリケーションが何をしててどこと通信をしているのかっていうのが分かるようなツールですね。これの方が僕は使うかなと思ってます。で、一つ目がストレースですね。これとアプリケーションのプロセス、まあ、まあ、アパッチだとかアパッチで動いてる PHP だとか、ユニコーンの Ruby レターとユニコーンか、パールだとスターレットだとかで動いてる、まあ、それぞれのプロセスに対してアタッチをして、ベンチマークをかけて、ベンチマーク中にそのプロセスがどこと通信をしているのか、で、それがどれくらいかかってるのか、で、例えば通信開始して、
まあ、SQL データベースだとしたら、つなげて SQL 入って、閉じて、つなげて SQL 入ってとかやってると、まあ、それを表に、まあ、実際そういうの動きをしてないかどうかっていうのはストレスで見たりしてます。で、これ結構、ストレスも使うのに慣れが必要なので、まあ、ストレスって Google で、調べると、ソノットさんって方のブログが見つかるので、それすごい便利なので見てくださいですね。で、あと、まあ、硬派なのは TCP ダンプですね。これは通信内容をキャプチャーして、アプリケーションがどこと通信しているのかっていうのを確認すると。で、重たいのは結局通信なんですね。通信回数が多いと重たくなるんで、まあ、そこを見るのがいいかなと思います。で、次がサーバーの負荷。順番的にはあまりこれを最初にするのかなと思うんですけど、サーバーの負荷を見る。まあ、一番簡単なのはトップを叩いてみる。そして全体の負荷がかかっているとか、重たいプロセスが上位に来ると。で、あと次は IF トップってやつなんですけど、実はボトルネックがネットワークになるって部分もあります。去年の動画広告では動画なんで当然ネットワークが詰まります。じゃあこのネットワークが詰まってるのを気づくにはどうしたらいいかっていったところなんですけど、まあ、トップのコマンドでは全くわからないですね。なんで、まあ、一番下の DSTAT なんかでもいいですけど、IF トップなんかも使って、じゃあ今これ100メガ出てるよね、1ギガ出てるよねっていうのはすぐに分かったりするようになります。で、まあ、次の IO トップ、まあ、ディスク IO の部分なんですけど、イスコン、そんなにディスク IO 実はしないっていうのもあります。巨大データを用意するのはまあ大変なので、メモリに収まってしまうデータのことがほとんど多いんですけど、ディスク IO をしてないかしてるかっていうのを、まあ、じゃあどういうプロセスがディスク IO を良くしてるのかっていうのを分かるのが IO トップです。まあ、なんとかトップっていうのも兄弟覚えておくといいかなと思います。まあ、これも使い慣れたもの、まあ、DSTAT をよく使う方は DSTAT をいろんな駆使して使うのがいいかなと思います。じゃあ次が、サーバー構成の把握ですね。まあ、アプリケーションを動くっていうサーバーっていうのはどういうふうに構成になっているのかっていうのを確認します。まあ、大体こんなような構成ですね。リバースプロキシーが、まあ、いたりいなかったりして、アプリケーションサーバーがいて、データベースと、まあ、キャッシュだとか KVS、まあ、下の部分自分たちで用意することが多いんですけど、まあ、こういうサーバー構成になっていると。あ、そうですね、メモキャッシュにセッションを入れてて下が最初からいた場合もありましたね。まあ、それぞれどのようなサーバーで動いているのか、マイスケールなのか、メムケシリーなのか、まあ、ミドルウェアのどんなサーバーが動いているのかですね。で、それぞれのサーバーの設定がどういうふうになっているのか、まあ、これを確認することが必要です。まあ、過去にはこの、まあね、罠で自分で仕掛けたのか、単なるタイプなのかというのがありますけど、設定の間違いというのもありましたので、まあ、確認するといいかなと思います。例えば、イスコンの3の時にメムキャッシュ D にセッションが保存されていると思ったら、実はその MySQL のメムキャッシュ D プラグインだったみたいなこともありましたので、まあ、そこをちゃんと確認して、あれこれ違うポートで動いてるじゃんみたいなこと、さらにメムキャッシュ D が動いてたんですよ、あの時すごい罠だったんで、まあ、そういうことも確認するといいかなと思います。で、まあ、ここまでプロファイリングしてきて、大体チューニングをどういうことをしようかなっていうのを、まあ、決めてくるんですけど、まあ、その話です。で、まあ、チューニングの方向性なんですけど、イスコンではその、まあ、今だとその、例えばクラウドで、サーバーを動かしていただいたとか、ヘロクでサーバーを動かしていると、まあ、負荷がかかったら、とりあえずインスタンスをおかわりすればいいよねっていうのが、今の話、まあ、まあ、ウェブサーバーのウェブアプリケーションの動かし方ですよね。ただ、イスコンではそのサーバーおかわりっていうのは実際できないので、1回目はできたのね。1回できたんですけど、おかわりは良くないので、おかわりはできないので、与えられたサーバーですね、1台なのか3台なのか5台なのかっていうものを使い切る、効率よく使い切る必要があると。まあ、使い切れなければスコアが、最終的に良いスコアが出ないって話です。で、そのまあ効率よく使い切るって言うんですけど、効率のいいのはサーバーの使い方ですね。CPU の使い方を知ることがまず重要です。で、まあ、どんなことが、まあ、CPU にとって効率よくないのかっていうのは、この2つの、まあ、ことが、ね、ところがすごい参考になります。あと、まあ、コンテキストスイッチは僕の資料なんですけど、1つ目のこの、なんだっけ、
CPU の気持ちになれるツールを作ったっていうのが、ゆろよろさんのブログなんですけど、どちら？なんかこういう、ページがありまして大きくならない、まあ一番上から、1ナノセック、と1ナノ、まあ、秒と、まあ、ずっとあって、L1 CPU の L1 キャッシュにアクセスするとこんな感じ、メインメモリーにアクセスするとこんな感じっていうのがずっとあって、何すると CPU に時間がかかるのかっていうのが分かるようになってます。で、これをどんどん拡大していくと、とりあえず一番上は見えなくなって、SSD にランダムアクセスとこれくらい、まあ、メモリーにアクセスする速度がここに対してすごいでかいよねみたいな話だとか、普通の SSD じゃなくてディスクにアクセスするとこんな感じだとか、そうですね、オランダと通信すると、まあ、こんな時間か、実際地球の向こう側まで通信するとどれくらいかかるのかだとかっていうのは、まあ、こんな感じでパッと分かるようになってます。なんで、まあ、イスコンでは当然この辺を行ってしまうと辛いベンチマークに影響が出てしまうんですね。まあ、一番ここは知らないですけどね、話もあります。まあ、なんでこういうふうなことを感覚値として分かるようになっておくと、まあ、ベンチマークの取っかかりになるかなと思います。でもう一つがコンテキストスイッチの話ですね。で、イスコンのサーバーってコア数が16とか32とかあるわけでは大抵ないんですね。2コアだとか4コアだとか結構限られた制約があります。で、その中で効率よくサーバーのプロセスを動かすにはこのコンテキストスイッチについて、まあ、普段のあまり考えないかもしれないですけど、これも考えておく必要があります。で、OS のマルチタスクに対してかなり乱暴な図として作ってるんですけど、まあ、プロセス、まあ、CPU が4つあってプロセスがいっぱいあったとしたら、スケジュールされてのプロセスが CPU に対して割り当てられますね。で、これがどん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 入れ替わっていく、入れ替えていくことによって、まあ、そのいろんなプロセスの実行をすると。で、これがコンテキストスイッチなんですけど、このプロセスの入れ替えの時に CPU の状態を保存して復元してっていうのをどんどん繰り返すんで、これが重たいと。で、まあ、プロセスが何十プロセス何百プロセスもあると、このコンテキストスイッチだけに CPU が取られてしまいます。なんで、まあ、ここでまとめなんですけど、チューニングすべき対象としては、まあ、その先ほど見た SSD にアクセスしてしまうとか、メモリーも早いんですけど大量のメモリーにアクセスすると遅いと、まあ、あと通信を特に減らしてあったとか、コンテキストスイッチのことに考えると。で、目指すアプリケーションはこんな感じですね。いかに何もしないアプリケーションですね。ユーザーのアクセスが来たらそれをパッと返すだけみたいなことをすると一番速くなってベンチマークのスコアが良くなる。まあ、ただまあ何もしないって難しいので、できる限りデータの参照を減らしているとか通信を減らしているとか、コンテキストスイッチを減らしていく、まあ、こういうことが狙いになります。で、最後ですね、チューニングのヒントの話になります。ちょっとまあ、時間がない、限られているので、ウェブサーバーについてとアプリケーション、まあ、どんなことをやるのかって簡単なまとめとデータベースについて話します。で、ウェブサーバーの選択、今まで大体アパッチがデフォルトで入ってて、今年は多分エンジンクスなのかなみたいなことは勝手に予想してるんですけど、まあ、どういうふうに動く気が違うんだっけみたいなのがあります。はい、まず話です。で、左側アパッチですね。今、アパッチの場合は大体ワーカープロセスというのが大体いくつか立ち上がってて、これらがコンテキストスイッチが大量発生することによって遅くなる。じゃあ NGX のはどうだったんだっけって話なんですけど、大抵1個のプロセスしか立ち上がってなくて、その中で非同期通信をさせて効率よく通信を行います。なんで限られたイスコンのような環境では NGX の方が大抵有利に働くと。で、もう一つ NGX と H2O ですね。今年多分 H2O を使う方が多くなるのかなと思ってるんですけど、H2O と NGX どう違うのかって、一番大きいのは NGX が実はプロセスなんですね。いくつか起動することができる。アパッチのように動かすことができるんですけど、プロセスなんです。で、それに対して H2O というのはスレッドなんですね。で、このプロセスとスレッド、まあ、Linux だと結構プロセスも軽いんですけど、それでもスレッドの方がそのコンテキスト値のコストが安い。
なんで、その限られた環境で多分1層の速くなる可能性もあると。で、あとスレッドなんで、そのスレッドの間のもう情報のやり取りっていうのがすごいやりやすくなっているので、例えば後ろのバックエンドのサーバーの状態をスレッド間で共有したりだとかっていう部分で、ね、1層の方が有利っていう部分はあります。ただそのファイルを効率よく送り出すだとかっていうのも NGINX の設定が結構あるオプティマイズするところがあるので、まあやってみないとわからない部分が多いかなと思っています。次がアプリケーションのチューニングです。これちょっと、まあ、実際こんなことをやってみるかっていうの のリストしかないんですけど、まあ分かりやすい思う対象で、今まであった中では外部プロセスの起動マークダウンのなんかフォーマットをしたりだとかっていうのがありました。まあそういうことをやってると遅いですね。で次が HTML テンプレートの処理ですね。まあウェブアプリケーション、最近のウェブアプリケーションが少なくなっているので、これが次出てくるかどうかわからないですけど、重たいページをレンダリングするときに HTML テンプレートのレンダリングエンジンがその実際速いのかどうかっていうのは、出てきます。であとさっきもありましたけど、マークダウンの処理だとか、画像の変換だとか、まあその辺どうやって効率よくするのかなみたいな話はあります。であと先ほどもちょっと言いましたけど、データベースとのビューだと MKCD との接続ですね、これがリクエストのたびに行われていると、まあそこが重たくなって、まあ最悪これがポート枯渇になって速度が出ないエラーになってしまう話もあります。でまああと SQL の話、次もあるんですけど、 N プラス1とリストに対リストを取って、それに対していちいち SQL もまたなんかその付加情報を取るために SQL 発行してしまって、全体100点表示するのに SQL が101個と発行されると問題、まあ、この辺を見つけたら直しましょうという話です。で、次がデータベースの話です。で、まあこういうことを僕たまに言うんですけど、B3 を頭の中にいつも描いておくのがいいかなというのを思ってます。で、MySQL の B3 なんですけど、プライマリーキーのインデックスの場合っていうのは必ずその一番下にデータがぶら下がっているというふうな B3 の構造になってます。でこれっていうのがすごく重要なんですね。でじゃあプライマリーキーじゃない、もうプライマリーキーじゃなくてインデックスだとかっていうのを追加していく、インデックスはどうなってるかっていうと、こんなような形で一番最後に ID だけぶら下がってる状態なんですね。でこれが ID っていうのはプライマリーキーなんですけど、プライマリーキーが ID じゃなかった場合は違うんですけど、プライマリーキーがぶら下がってる状態になります。でデータをセカンダリーインデックスを使って、例えば isPrivate=0 でクリエイティッドアットが何とかってやつを取ると、この ID から元のプライマリーキーのインデックスの方を参照してデータを取っていく、まあ、次それが次の図なんですけど、これが実際行われるとセカンダリーインデックスをこうやって取ってきて、データを取って、例えばリストでもう一つ取りたいとかやると、こうやって流れていくと。で行ったり来たり行ったり来たりしながらデータを集めていくんですね。これが重たいとなります。なんでこの処理っていうのを減らすと、まあ、効率が良くなるはずという話です。でもう一つもったいないですね、 MySQL の中でもったいないことをやるっていうのがあります。でよくページングが課題になったってこともありますけど、後ろの方のページですね、わざとそのベンチマークツールが新しいページだけじゃなくて後ろのページを見てくるのもあります。特に Google のボット、実際 のプロダクションでやってることだったりすると、 Google のボットが何かものすごい遅いページ、古いページまで見に来る、そんなところ見る必要ないだろうと思うんですけど、そういうことが起きます。そのオフセットの処理ですね、これが効率が悪いのがあります。で、まあ、ESQL の場合、まあ、オフセット、例えばクリエイテッドでソートして、ダーッと全部データを読んで、例えばオフセット1万とか言うと、ここの1万までの部分をガツッと消すとですね。で残ったこの 1万1から1万4個までを結果出している。でこの捨ててしまった部分っていうのはすごいもったいないですね。なんでそういうことを減らしましょうっていうのがデータベースのチューニングのコツです。なんで、まとめるとこんな感じですね。 B3 っていうのは頭の中に描いて、じゃあこうやってどうやってデータを取っていくんだっけみたいなことがなんか頭の中でイメージできると、 SQL のチューニングっていうのはすごい早くなるし、もしかしたらデータベースを使わない方が早いよねみたいな話がここはしやすいと。でもう一つそのオフセットの処理ですね、これがくせもので捨てるデータの読み取りを最小限にすると
これが、そのメモリーに乗ってれば早いというのは、まあ、確かに IO ドライブだから早いとかそういうふうな話はあるんですけど、まあ、イスコンではメモリーに乗ってても遅いと、それぐらいのつもりでやってた方が良いスコアが出ますね。でこれがチューリングの話でここでおしまいです。で、まあ、最後に一番大事なことです。初期状態を記録しておきましょうと言いましたよね。でいじり始めたのはいいけど最初どうだったっけ、これエラーだけど戻らなくなっちゃったみたいな話があるので、まあ、初期状態を必ず Git のレポジトリにコミットしてそこから作業を始めると、いつでも戻せるようにしましょうって言うんですね。で変更を都度 Git に入れて、壊れる前の状態、エラーが起きたら元にすぐに戻せるようにしておこうと。で、まあ、前日よく寝ましょう、まあ、急性腸炎とかになってしまったら止まらないです。で、まあ、諦めたらそこで終了ですね。安西先生です。なんで、最後の1分、最後の5分くらいでいいスコアが出ることもあるので、そ、まあ、頑張り、最後まで頑張りましょうという話です。で、まあ、検討をぜひ祈ります。ありがとうございました。ありがとうございました。では質疑を受け付けますので、質問がある方は挙手でお願いいたします。じゃあ前の方、あ、すみません、今回 GCP を予選で使うということなんですけど、1台のマシンをそのチーム全員で使うのと、チームそれぞれ、そのメンバーそれぞれが1台のマシンを使うみたいな、多分そうですね、まあ、去年も去年、おととしも EC2 でやってて、まあ、それ一つチームのメンバーそれぞれでインスタンスを立てることもできるんですけど、まあ、どちらかというと、うん、チーム全員で、まあ、3人で一つのものを使って一つのものをチューニングしていった方がいいのかなというのは思いますけど、ちょっとそれは。まあ、自分たちの経験でしかないのでわからないです、うん、まあ、立てても問題ないですし、まあ、最終的に提出できるのは一つです。あ、あと一番後ろ、チューニングって、幅広いいろんなレイヤーの知識が必要になってくると思うんですけど、そういうのってどういうふうに学んでいかれたか教えて聞かせていただけますでしょうか。そうですね、僕自身、2000年か2001年ぐらいからこの業界にいるので、まあ、そこで、まあ、経験値としては多分キャリアが長いというのは、まあ、個人的なところではあります。でまあ、それ以外どうやって学んでいくかっていうようなところなんですけど、まあ、自分でサービスを使ってみて、まあ、作ってみて、なんかそこで学ぶものが多かったりだとか、あと大規模なウェブサービスを展開している会社に飛び込んでみるっていうのは、まあ、そこも一つの手かなと思います。まあ、難しいですけどね、簡単に言うなって話なんですけどあります。まあ、なかなかその1日1億 PV とか何十億 PV だとかのところの経験ってのはできないと思うので、まあ、挑戦、そういうところにチャレンジしてみるのもあります。ありがとうございます。他にありますか。あ、じゃあ前の、最後、オフセット、ページネーションでオフセットが大きくなるとよくないという話があったんですけれども、具体的にまあ、すごく古いページを見るような時ってどういうふうな、クエリの使い方をすればいいんでしょうか。そうですね、本当にリミットオフセットで来る場合、オフセットが1万でリミットが10件みたいなページ、まあ、ページングってよくあると思うんですけど、そういうふうな、まあ、まっすぐ作ってしまうとそういうふうに重たいクエリになってしまうんですね。で、まあ、どうしたらいいかっていうふうなところなんですけど、例えばそっか、ちょっと資料出すのは時間かかるんじゃないんですけど、必要な、そのページを出すためにいろんな、まあ、オフセットの前に多分フェアークでステータスがなんとかみたいなことが
手法としてはありますね、多分おそらく。で、その条件に満たしているレコードのリストだけをデータベースに別に入れといたりだとか、でリスで保存しといて、まあ、そこの範囲ですね、まあ1万1個目から1万何個目までを取るみたいな、そこが効率よくクエリとして書ける方法はあるんです。あのリリースだったらそこだけ取るみたいなことができるので、まあ、そういうふうな工夫を一つ入れて、まあ、実際のデータをあとは別に取るみたいな話にすると、まあ、効率が良くなりますね。なんで捨てないように書く。あとは、まあ、もう一つの方法としたら捨てる部分を減らすですね。まずはセレクト ID だけして ID だけ取ると他のあのプライマリーインデックスじゃなくてセカンダリーインデックスの方だけでクエリーが解決できる。カバーリングインデックスって言うんですけど、カバーリングインデックスを使って ID だけ取って、でそれから記事のデータを取るみたいな。 SQL を2回にするともしかしたら早いかもしれないし、まあ2回にしたくないんだったらいろんなジョインを工夫したら1回のクエリーで効率よくデータを取ることもできます。で去年の僕のエスコン夏季講習2014とかでググってもらうと、エスコンで学ぶウェブアプリケーションのパフォーマンスのなんとかかんとか実践完全版とかにも出てくる資料があると思うんで、そこにいろいろ書いてるのでそれを参考にしてもらうといいかなと思います。ありがとうございます。何か質問ありますか？あ、じゃあ、はい。質問なんですけども、特にシスコントールとかで賭けのようなチューニングってあると思うんですけども、そういうのって大体何分ぐらい以降を目処に決断してもいいものなんでしょうか？あんまりその賭けどこだろう、そのディスクの書き出しのタイミングとかですかね。あの TCP のリユースとかですね。多分ですね、もう慣れてるのであれば最初にやってしまうのが、はあ、ね、それで問題が起きたらな、まあ、多分あのそういうのって大抵その秘伝のタレみたいなのがあるわけですよね。でそれをもう最初に入れてしまうのがいいかなと思います、僕は。あ、もうやれるんだったら最初からやっちゃう。うん、シスコントロールだったらそんなに今のその本当にそれによって問題が起きる。リユースポートとか、あのウェイトタイムアウトの問題ですね。この設定なんかは最初に入れてしまってもいいかなと、僕は思います。あ、そうですね。ありがとうございます。はい。今回、風風呂さんの元、同じ、出題作成チームとして、出題作成チームだったと思うんですけど、その人が今回チームを分離して出題側と参加者側で対決する感じになると思うんですが、その目線から見て、今回どういった出題がされるのか予想、今の予想とそれに対する対策的なものが可能な範囲で教えていただければはかどるので。そうですね、まあ、タゴモリのツイッターとか見てると、僕とあと1回2回目に優勝した藤原さんのところの藤原組ですね、このチームに勝たせたくないみたいな勝たせない問題を考えるみたいなこと言うんですけど、全くわからないですね。まあ、少なくとも僕に苦手なものはあっても藤原さんに苦手なものとかないんじゃないかなっていう。まあ、当日まで楽しみにするのがいいかなと思います。ありがとうございます。じゃあ、あと一つぐらい。はい。すみません、ありがとうございました。お話の中で、メムキャッシュプラグインの罠みたいな話が先ほど上がったんですけど、その罠っていうのは、割と意図して罠にしているのか、それともなんか出題をしているときに、気づかずに、本番が始まって、あ、これ、
罠っぽいよねみたいな形になるのかができれば教えていただきたいです。あれは罠ですよね。あれはあのあれはちょっと罠とか入れとかないと簡単に解かれちゃうかなと思って入れたら予想外に難しくてごめんなさい。なんか罠を考える方も結構真剣なんですよね。そこがイスコンの面白いところです。ありがとうございます。はい、それでは以上になります。風黒さんどうもありがとうございました。